日本ハム山本拓実初先発で2回完全。立山コーチ、今日の登板が自分にとって大切だった。チームメイトやファンに、いい印象を与えたいと思っていた。やるべきことをやった上で、いい結果を残せた。新天地で生きていく確かな手応えをつかんだ。立山義則投手コーチは今後の起用法について、彼は中継ぎに置いておきたい。ロングリリーフ、ワンポイント、1イニング、いろんな場面で使える。流れを変えられる。先発1本だと良さを消してしまうと説明。ブルペンのジョーカーとして、登板機会はどんどん増えそうだ。結局便利や扱いなんか。それじゃあわざわざ先発させる必要あった？なんかあったら北山みたいに先発に回されるやろ。しっかり抑えていけセットアッパーに昇格されるやろうけど中継ぎの便利やって給料低いのに責任重たくてろくな仕事ちゃうよな。同点なら9割負ける壊滅した中継ぎ見たらこう言うやろ。少なくとも今年はこれでいいやろ。先発で5回6回安定して投げられるピッチャーじゃないで。完全に話題作り目的のオープナーでしかなかったな。まあ本人のモチベーションも上がったし良かったんだろうけど。ネタ作りだけのためにローテ崩す球団。絶叫さんは全ての球種の精度が高いから先発で育ててみたいって言ってたけどな。中継ぎじゃカード作れないねー。わざわざ日曜の本拠地開催で移籍組2人の先発起用をしてくれるのは気が利いてるし選手も意気に感じるわね。オープナーとはいえ先発で好投した後にやっぱりお前リリーフで便利やなって言われたらちょっとテンション下がるだろ。今日の投球なら先発で育てたらどうなるか見てみたくはあるよな。